みんなの空の子供たちが描いてくれた絵です。これはうさぎの切り絵ですね。耳の形が上手です。この絵は何でしょうか？家にも見えますが、色使いが綺麗ですね。十五夜のうさぎとお月様、あとはすすき？うさぎが月を見てる情景が浮かびます。これはハートの形ですよね。これもたくさんの色を使っていますね。これは何でしょう？お皿に乗った料理にも見えるし。オープンハウスかなでですね。みんなの空の皆さんとの絆とを受け止めました。悩みます。想像力が試される。色使いが上手ですね。みんなの空の子供たちの描いた絵でデイルームが華やかになりました。ありがとうございました。